シャチハタ。プロレスが大人気のメキシコから先週一人の覆面レスラーが来日しました。レスラーとしてはちょっと年を取りすぎた49歳。彼がプロレスを続けているのには実は訳があります。マスクの下の意外な素顔を故郷メキシコまで追いかけました。昨年日本で公開された映画グランマスクの男。メキシコを舞台に孤児たちを救うため一人のレスラーが完全と立ち上がる物語だ。世界屈指の二枚目俳優ジャン・レノ演じるこの主人公には実在するモデルがいた。プロレス天国メキシコのレスラーフライトル・メンタ、暴風神父、彼こそグランマスクの男の主人公その人なのである。プロレスラーフライトル・メンタはもう一つ意外な顔を持っている。メキシコシティ郊外にある小さな教会、村の人々がミサに集まる。プロレスラーフライトル・メンタの本名はセルヒオ・グディエレスさん。暴風神父は正真正銘カソリックの神父様だったのだ。神父様がなぜプロレスラーになったのだろう。有名なアステカ文明のピラミッド遺跡に近い小さな村サンファントラティア館。2年前、この村で廃校になっていた小学校が改築され、孤児院いたずらっ子の家が生まれた。彼は神父とプロレスの稼ぎで数多くの子供たちを養い育ててきた。親の愛に見捨てられた子供、家が貧しくて行き場をなくした子供、そんな子供たちを温かく迎えることができ安心して暮らせる家が欲しい。本格的な孤児院を作りたい。それが神父の長年の夢だった。その夢がようやく叶った。17年前、神父は5人の孤児を引き取った。しかし、信者からの乏しい募金では、とても子供たちを養うことはできない。神父は熱狂的なプロレス大国メキシコで、最も手早く稼ぐ方法はプロレスラーになることだと思った。Mi decisión fue hacerme luchador porque pensé que se ganaba muchísimo dinero.ya que no me alcanzaba el dinero para sostener la casa hogar. Y entonces pensé que metiéndome de luchador ganaba yo muchos miles de dólares, pero no fue así. Ya que vemos que es mucho trabajo él solo lo que hace, queremos aprender esto para ver si podemos ayudarle algo a la casa, a los niños. フライトル・メンタの噂は人々の間に瞬く間に広がった。彼の話を聞いて孤児院に連れてこられる子どもたちは増え続けた。今140人の子どもたちが神父に頼りこの孤児院で暮らしている。人口2000万、世界最大規模の都市メキシコシティ。目覚ましい経済発展の裏側で貧富の格差が広がっている。ここには食にあぶれた親の元を離れ路上で暮らす子どもたちが数万人いるという。1台の車の窓を拭いてもらえるお金はよくて1ペソ約30円、コーラ1本も買えない。メキシコシティの夜に流しの楽団マリアッチの音が響き渡る。喧騒の中、家を失った子どもたちが路上で寄り添って眠る。プロレスが大人気のこの国では多くの子どもたちがレスラーになることを夢見ている。
暴風神父の孤児院からも6人のプロレスラーが誕生している。悪役レスラーロストロ・インフェルナル、地獄の顔もその一人だ。15歳からリングに登った彼も21歳になった。El rostro infernal. La cuestión económica en México es muy pobre. Yo tengo una familia de cuatro hermanos, en la cuestión de que mi madre no podía. En la cuestión económica, entonces se enteró de que había un sacerdote que sacaba adelante a los niños. Entonces me trajo para acá y si aquí estamos, a ver qué podemos servir al padre. プロレスで稼いだお金を孤児院に納めている彼は、弁護士を目指して勉強中だ。日本の格闘技家たちがフライトルメンタを日本に招待し、チャリティー試合を行うことになった。神父が海外に出るのはこれが初めてだ。来日を目前に暴風神父は試合で腰を痛めた。日本での試合に備えてメキシコでの試合は全てキャンセルした。かつてはミル・マスカラスの前座を務めたこともある。1試合の稼ぎは約1万5000円。子どもたちのため週 2,3 回はリングに登る。痛む腰を抱えながらも神父は予定通り日本にやってきた。教え子のロストロ・インフェルナルも一緒だ。試合の日がやってきた。子供たちの顔が頭をよぎる。プリコ・ジャポネス、sepa que desde México, aunque la distancia nos tiene muy distanciado, ¿verdad? Muy lejos. Creo que nos une el corazón de la ayuda al prójimo y siento que a partir de hoy Japón y Fray Tormenta estarán más cerca. Tatakai tsuzukete 17 nen.暴風神父49歳。暴風神父は戦い続ける。140人の子供たちが彼の帰りを待っている。頑張れ暴風神父フライトルメンタ。正義の味方フライトルメンタは昨日子どもたちの待つメキシコへ無事帰ったんですね。はい、日本で集まった募金はおよそ50万円で、このお金も孤児たちの生活に充てられるということです。モナリザステラ